桜島小みかん桜島みかんは、鹿児島県の桜島で栽培されている、柑橘類の一種。桜島小みかんとも呼ばれる。品種としては、奇襲みかんとほぼ同一である。同じ品種が桜島を望む鹿児島湾沿いの霧島市、福山でも栽培されており、こちらは単に小みかんと呼ばれる。鹿児島県の特産品で、桜島で生産されている、ギネスブックに認定された。 世界一小さいみかんである。火山灰土壌のため稲作に適さない桜島において重要な商品作物の一つとなっている。樹齢200年以上の大木として栽培されているものもあり、一本の木から数百キログラムの果実が収穫されることもある。果実は12月上旬に熟し重さ20から50グラムの扁平な球状となる。袋はやや硬いが強い甘みがある。 島津義博が、文録、慶長の役の際に、朝鮮半島から持ち帰ったとする説と、関ヶ原の戦いの後に、紀の国から持ち帰ったとする説とがあるが、日後八代の高田美観が伝わったとする説が最も有力であろう。徳川家康の家臣であった、山口直友が称賛したことから名産品と認められ、全6 0 3連には、島津忠恒が家康に献上している。 古くは向島みかんまたは赤みかんと呼ばれていたが1658年頃から桜島みかんと呼ばれるようになった。1779年の安永大噴火や1914年の大正大噴火によって大きな被害を受けた。ありがとうございます。